だいぶ寒い？寒いですよ先生。患者が画面越しに会話をしているのは10キロ離れた病院にいる医師。兵庫県が養父市大谷町で始めた移動型の診療車を使ったオンライン診療の実証事業です。この地域では最寄りの病院までおよそ10キロあり、医療機関へのアクセスが課題となっています。移動型の車両には看護師1人が乗っていて、一般的な診療所で行われる採血や心電図なども測定できるということです。画像の通信、音声の通信、非常に順調でした。結構僕自身がこうアップになって映るので、先生が目の前にいるような感じっていうので、皆さん評判良かったですね。兵庫県は同じく山間部を抱える宍粟市では、大型の病院と地域の診療所をつなぐオンライン診療の実証事業を行っていて、安定的な医療の提供方法を模索しています。